新鮮通りは中華人民共和国関東昇新選手で使用されている非接触型 IC カード。もともとは乗り合いバスのプリペイドカードとして発行されたが2004年12月28日の新鮮地下鉄の開通後は地下鉄にも乗れる新型カードが発行された。2005年末には新鮮通友原稿紙が唯一の発行紙となり一部のタクシーへの乗車。 商店、コンビニなどでの買い物にも用いられる IC カードに変わった。将来は駐車料金、水道電気ガスなど公共料金、家賃、公共施設使用料の支払いも可能になる。また、香港の発達通りや甲州市などの峰南通りとの相互使用も検討されている。特に、オクトパスとの相互利用に関しては、ここ数年間継続して協議が行われている。 当初は人民元と香港ドルの決済がネックであった。しかし、CEPA が締結された2003年以降、両通貨の決済方法が整備され、この問題はほぼ解決されている。また、技術的な障害もほとんどないとの報道もされている。さらに、新選手は香港と新選手の一体化を推進する立場から積極的である。ところが、香港政府は、 必ずしもそうでなく、競技は未だ初段階に過ぎないと表明している。なお新鮮通りは販売スタンドや一部の新鮮通り、専用自販機で購入できるが、販売されている駅は限られ、窓口ではチャージはできるが、カードの販売は行われていない。新鮮通りを所持していない場合、私鉄においては乗車の都度トークンを購入することになるが、 券売機が一元コインと5元札しか受け付けない。販売スタンドでは100元で、販売のカードのみ現金での購入が可能となっており、それ以外のカードは立イなどキャッシュレスのみの購入となる。また、一部の駅では稀に対面販売を実施している、駅も見られ、そこでは現金での購入が可能となっている。現在は、道省公衆市などで多く出回っている。 ミネミナミ通りとしては特に互換はされておらず、新鮮市のみの独自の IC カードになっていたが、在庫の状況によって、旧式の新鮮通りから新式のミネミナミ通りも兼ねたカードに切り替わっていく見通し。ミネミナミ通、新鮮通りとしての場合は、新鮮市をはじめ、甲州市など省内全都市で互換されている。新鮮通り会社は、新鮮地下鉄、神代駅に、 互い通行を推広している。図の髪型は新鮮だけに発行された深い色の普通版、互い通行で、下方は香港だけに発行された立花黄色の普通版、互い通行である。通常のカードにおいては、デポジット50元、チャージ50元となっているが、ハローキティや北京ダックなど、キャラクター形状の新鮮通りは、カードのデザインによって、 値段も異なり、100元の購入額のうちのいくらかがチャージがされていたり、中にはチャージ額のないカードもあるため、購入後にすぐチャージが必要となる。なおチャージ機における現金チャージは100元単位となるが、窓口では50元単位でのチャージが可能。またウィーチャルットペイなどの電子マネーにおいては、チャージ機でも50元単位でのチャージが可能となっている。 発達通りか持ち通り新鮮新鮮道やうか、在港使用領地とも、式技術家業、香港商法2003年11月8日、新港地、鉄剣姿技術無障害一通り深港、正成現実、人民も2006年1月9日、新鮮提出課金与え融合計画、大期限2003年3月2日、立法会16代、 港新発達通り互い用計画。香港政府新聞法2006年6月28日。ありがとうございます。